華麗なプレーが出てきますよ。おっと、まだこれ全然網 OK ですね、武藤さん。全然 OK、 あの金網でしますよ。あ、これ金網でさまち。これ真剣に皆さん見入ってますね。見入ってる。ぜひ皆さん盛り上げていただいて。でもね、よくよく見てみるとすごい豪華メンバーなんだよ、これね。そうなんですよ、ボールタッチとかもね、興奮しますよね。これあのジュビロミュージアムご覧いただくと、はい、2004年からずっとあのね、すみません、1994年から、はい、94年からの写真が出て、それを見ていくといかに豪華メンバーが今ここで戦ってるかっていうのが分かると思うんですよ。そう、皆さんのお若い写真もね、なんかその当時を振り返りつつ楽しみますから ね、 これね、なかなかね、簡単そうでパスで難しいですよ。狭いところでごちゃごちゃしてますからね、今。みんなね、ほら、次をね、考えて動いてるからね。しかも、あの、ちょっと芝めくれてます、あそこ。お気をつけて。で、流れるようなパスワーク、やはり魅了されますね。だから今、僕のすぐそばに山西君来たんですけど、とか言ってますけど、大丈夫ですか。言ってます、と宣言されて。言ってます。大丈夫、息上がってない。おお、鋭い左足。ほら、黄色、負けてるからね。でも皆さん、やはり指導者の立場としても現役ですからね。そうなんです。やはりキレキレですよ。おおー、見事だ。見せますね。さあ、打つか。あっと、よく止めた。おお、武藤さん、今金網デスマッチです。今黄色負けてるからね。決めるか。おお、すごい。ナナミさんのテクニックですよ。あ、1対1。すごい。1対1。ああ。だからこれ入らないもんですね。そうですね。膠着状態も続いてますが、やはりそのテクニックのね。ね。戦いですからね。まあ、アイコンタクトでね、ほとんどやってるんでね。おー、どうだ。